泣き虫。ちげえよ、三組のやつだよ。かっこ悪い。おい待てよ。何、うん、だ出せんだよメガネ。バーカバーカバーカ。そんなことより、俺にとっての脅威だったいじめっ子に対して一人でそれを言えることがすっげーかっこよくて羨ましかった。こんな風になれたらいいなと思った。千葉くん、さすがエースね。へっ、千葉ナイスキー。よっしゃ。絶対全国行くぞ。おかえり。目指せ1年でレギュラー入り。部員の数すごいんでしょ。入ったらかっこいいじゃん。だろ。見に行っていい？見られると緊張するからダメ。わー、ねえ、今ってポジションどこ？中学と同じ？そうだよ。じゃあエースだ。 K はどうなんだよ。この前少年団のチーム入ったんだろ？レシーブ嫌いだ。ちょっと構えてみ。あ、 K、 腕で上げようとするなよ。すげえ。レシーブは全ての起点だからな。バレーはつなぎが命。周りの子たちと仲良くしてるか？してるし。嘘つけ。んこんにちは。ん、この間どうもありがとう。どっかで会った？ここは大丈夫そうだから。あ、僕もお下がりだよ。来週新しいの買うまで兄貴の。兄ちゃんもバレエやってるの？カラスの高校っていう強豪でやってる。一応エース的な。別にそれほどでもないけど、中学からそうだし。すっげー、いつからやってるの？このチームだったの？あ、エースとかかっこいい。今日の練習試合どうだった？お、バッチリ。たくさんスパイク決めてきた。明日カラスノの試合見に行くけど、行く？俺最近も試合見に行ったけど、レギュラーに月島って名前の人いなかったよ。ガツン。